モスバーガーでもポテトの販売を一時的に制限します。モスバーガーでは、明日から全国1,256の店舗でフレンチフライポテトの S サイズと L サイズがそれぞれ単品で購入できなくなるほか、ポテト付きのドリンクセットなども販売を休止します。ただ、オニオンフライと組み合わせたオニボテや子ども向けのセットでは販売を続けます。 販売制限は3月中旬ままででを見込んでいますフライドポテトの販売をめぐってはマクドナルドが今月6日まで販売制限を行っていたほかハンバーグレストランのビックリドンキーでも一部店舗で販売を休止しています。